前回のちちとこキャンプはこれからキャンプ場を迎えたいと思います。この日は2024年5月26日運動会の振替休日を利用した子どもたちとのキャンプ。今日ね、ドルキャンするわけじゃないけど、今日撤収のお友達がいらっしゃるから、この日のキャンプ場、聖地ふもとっぱら、撤収中のお友達を探します。あっちだ、あっちっぽい、うん、あのさ、もうお腹も破れてんじゃんこれやばいよね。これどうしたドルキャンじゃん富士山だね。まずはカーサイドタープ。後ろの皆さん帰られるようです。まあ、最後スペシャルゲストもいたしね。バイバーイ。ミーさんファミリーに別れを告げ、ポールを直したギリアを設営。聖太郎くん、ピクミンで、あ、ごめんなさい、ピクミン、はい、富士宮焼きそばの完成だ。キンドコ、こういう柵があるところは今はテント張っちゃいけない。芝を育ててる、芝刈るって言ってたかな、ダメみたいで、ところどころ張られてますね。全体的にテントは少ないと思います。新しくなった売店来たかったけど5時まででした。改めましてこんにちは、ちちとこキャンプ山健です。かなり時間に余裕があって、子供たちとダラダラ遊んで過ごした前半。気づけば売店は終了。薪は買えず、車に積んであった数本の薪で一晩過ごすしかなさそう。ひとまず子供たちのリクエストでカレーを作ります。この日はほとんど太陽が光を差さず、時折風が吹くので体感温度結構寒く感じた5月末のふもとっぱら。どっちがいいかな、この粉のやつとジャワカレー。ジャワカレー、ジャワカレー。じゃあ生徒のリクエスト、ジャワカレー行こうか。グッと広げていて、前回のね。カレーいい匂い、カレーの完成だ。いい、パパ入れてて。できる？できる。で、こぼさないように頑張ってね。頑張る。できるだけ。はい。カレーの他に息子からのリクエスト、もう一品作るお手伝いをしてもらっています。怖いよりんちゃん。あ、危ない。オーナイススプーン。一気に行き過ぎた。よし。さすがに余りすぎ。いや。兄ちゃん、ありがとうね。この肉に塩4本目4本目ということで、皆様お待たせいたしました。後編も乾杯でございます。ななまる、うまいな。先ほどのひき肉にパン粉、また混ぜる、うん、やった。よ、せーの、卵、豆乳で、牛乳を買えばよかったんだけど忘れちゃったんで、しょうがないかな。ちょっと水。ポちゃん、ポちゃん、パンケーキ、ポちゃんの牛乳の代わりに水。結構覚えてんね。そうだね、完全にポちゃんと一緒だね。で、これをやる。はい、これ破らないよね。もみも、はい、仲良くやってください。刀で焚き火を、やる、フェザースティックやる。そしたら何かを持ってきた息子。もうそれ違うよ。ビビそういうのやったけど、それ違うよ、セイタロウ。それ違うよ。お土産で買ってきたでしょ、自分で。うん、そうだよ。こうやってセイタロウ、台の上で、この台の上で、このモーラナイフ使って今度やってみな。ファイヤースターターはまた次の機会に。それ綺麗にはめてごらん。そう、それ、なんかはまってない、ちゃんと。そうそう、多分ね、もう一度こうなると。そうそうそう、そうすごくいいよ。やりすぎたかな、もう一度かな、うん。これはセイタのフェザースティック、うん、
これね、傷がついただけ。あ、じゃあもう一回だ。はい、頑張ってください。で、ここなんかうまくできた。うん、それをもっといっぱい、もっといっぱいやって。さっき見せる。さっき見せる。待って、店に行くんで、それで一回一回わざわざ。いいね。はい、どうぞ。うまくできたんだ。はい、じゃあ、はい、これりんちゃん。見せ、まだ映ってなかった。はい。これりんちゃんのフェザースティック。はい。はい、傷がついただけ。まあ、まあいいでしょ。いい。頑張ってください。一個二個はいい感じよ。ほら。いい感じで。二人はどう？はい。でもなんか結構ね、あのコツ掴んでる。もう頑張って。お、見て一つ。あ、うまいうまいうまい。で、上にあんまりやね、目に当たったら大変。あ、そうだ。ずるって転んで背中の目に貼ったら目なくなってゾロみたいに片方の目なくなっちゃう。あ、大丈夫だ。うまくできたな、大丈夫。あ、お前やつ取れちゃった。あるある。あれ。そう、空気を抜くようにやると美味しい。ちょっとライブやるか。では、お願いします。みんなにいいことありますよね。乾杯。乾杯。乾杯。皆さんも乾杯でございます。楽しかった、 YouTube ライブ。よかったね。びっくりしたね。りんちゃん、お友達が来たことはびっくりした。パパも。よし、火つけよう。ちょっと暗いし寒いし。こっち。はい、じゃあちょっと粉々ちょうだい。あ、これ初だし。フェザースティック。フェザーね、フェザーじゃない、フェザー。フェザースティック。はい、どうぞ。ゴー。燃えるんじゃない。うん、いいじゃんいいじゃん。セーターのフェザースティックは今リンちゃんがバッてやってる。おいしそう。すごい。フェザーってさ、英語で羽って意味なんだ。ああ。だからフェザースティックでいいじゃん。羽のスティック。スティックって何ですか。そう、羽棒なんだ。で、この羽に火がつくと、だんだんと、この木に火がつきますよっていう。なるほど。で、見ても羽がちっちゃかった。ああ、そうそう、羽が小さいと、あんまり大きな火にはならないね。集中すればね、全然やってる。集中力。さ、この間集中し始めたら2時間くらいずっと読んじゃった。ほう、うん、すごい。さっきも YouTube ライブで言われてたね、りんちゃん集中力すごいって、うん、パパとセーターが横で歌歌ったり踊ったりふざけてんのにりんちゃんずっと集中してやってたから集中力すごいって褒められてたよ。何してるみたいな。パパたちは何なんだ。キンドパパパあれやっとく、あの銀色。何？黄色の黄色って何？あ、あ、必要？オッケーオッケー、さすが聖太郎。風貌でしょ？うん、そうそうそう。はい。火が弱くなった。ビビのあの工作すごかったの。ああ、風貌ね。やろっか。やるだけの材料はないね。うちもああいう麻紐とかいうのないとできないよ。あ、そっか。うん。君たちと作ったこのハンバーグ、カレーに生肉入ってたらやばいか。ちょっとカレーこっち置いとこう。よし、じゃあみんなで作ったハンバーグ、よいしょ。風がね、一気に寒くなるから。いけそう。おお、めっちゃいい色じゃん、ね、おお、いい色じゃん。早い。早い。言わせねえぞ。パラフィンオイル入れて持ってくる容器の補充忘れてしまったため、オイルランタンは終了。ん？あ、いいじゃん、上手。犬がかじったみたい。これが赤い肉汁が出てきたらまだダメなんだけど、白い、あ、ほら白いじゃん。これこれやったらもう大丈夫なはず。そうだよね。
きなものだらけの晩ご飯。ここにカレーを、ドボンドボンドボン、そしてハンバーグをジュボン。これでハンバーグカレーライスの完成だ。おいしそう。おいしそう。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、いただきます。はい、どうぞ。集中が切れたら寒くなった。焚き火に当たればいいんじゃない。おいしいカレー、いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。だって忍者たちの好きなカレーと聖太郎のリクエストのハンバーグ、組み合わせですよ。聖太郎お願いします。こんなのおいしいに決まってる。うん、5本目、5本目。お疲れ様です。焚き火から調理からお手伝いしてくれて、おいしいおいしいと完食してくれて、こんなのビールがおいしいに決まってる。うまい。手洗った？うん、はい。レイ、星ちょっとだけ見えない、雲の隙間にねえ。あ、富士山も見えるねえ。今だったら富士山出てると思う。ねえ、影めちゃくちゃ出てるよね。あったかく寝れそう？うん。それ、全部使っていいし、毛布も使っていいから。あったかいでしょ？あったかい。うん。じゃあ。バイバイ、おやすみ。おやすみ。子供たちが眠りについた8時30分。ようやくこっから一人の時間。今めっちゃ外綺麗なんですけど、月も綺麗だし。朝には雨降るらしいんで、荷物も日常とりあえず全部中にしまいました。これ食べて少しだらだら過ごしたら寝ます。一応もうこっから数えてもしょうがないけど、6本目すいません、最後でしょうかな。ということで、これが最後の1本。皆様おやすみなさい。おはようございます。朝5時のふもとっぱら、太陽も富士山も顔を出してくれませんが、雨はまだちょっと風も出てきたね。音をできるだけ立てないようにしながら、雨に備えて片付けをしていきます。周囲の方も同じように考えていらっしゃるようで、早めに撤収されている方が多く、天気が崩れる前に帰られる方もしばしば見受けられました。僕らは雨撤収慣れていますし、せっかくの子供たちとのキャンプの時間、朝ごはんくらいは食べてから帰りたいなと思います。寒かった？意外と大丈夫だったね。ただね、また時間が早いから寝ててもいいし、起きるなら起きる。雨撤収になりそうだから、君たちが起きたらギリや片付けちゃう。こっちのピクミン次第かな。聖太郎、はい、よ、おしっこ行きたい？行くよな。こんにちは。トイレ来た方二人とも一緒に行こう。まだ平気？失敗だ。いやです。セダが持ってないじゃん。よいしょ、さっさと作って食べちゃおう。結構できた。おお、綺麗になったじゃん。ありがとう。ギリア片付けられそうだね。と言いつつ、ギリアの中で朝食を。お腹空いてる人。はい。お腹空いてる。周囲はグルキャンの方も多く。
皆さん朝からにぎやか。楽しそうな歌声が聞こえてくるんですよ。チーズ、レタス、美味しそう。これホットサンドにするから。じゃあありがとう。ね、なんかなんだろうね。なんだろう、晴れてる？なんだ。富士山は？見えない。はい。そう、もう見えない。よいしょ。聖太郎は食べる、じゃあ準備しようか。こっちこっちおいで。朝のダンス忙しい中申し訳ない。おー、風出てきた。いやー。炭だと思う。ガチ。聖太郎が。聖太郎が風貌してくれてる。風貌してる。ありがとう。めっちゃいいじゃないですか。チーズトマトホットサンドの完成だ。おいしそう。二人ともおいしそうにできたよ。食べよう。ありがとう。こんな感じ？いいじゃん。はい、せーの。いただきます。はい、召し上がり。後ろパーチャージ。パパ最初からマスタード入れちゃおう。よいしょ。マスタード。マスタード。シュルルルルルル。いただきます。ん？ホットサンド？うん、よかった。久しぶりに作ったからね。8時から雨なんだよ。今7時だから。7時だ。うん。甘い系黒蜜しかないけど。2人とも物足りないということで、トーストとハムエッグを追加。はい。雨降らないでくれたらラッキー。黒蜜の味だけど、凝ってる料理よりもシンプルな方が喜ばれるのあるある。食事を終え皿を洗う前にギリヤの撤収。前半動画でお伝えしたギリヤのポールの補修ですが、全圧によると今後は節ごとでの販売や修理は取りやめ、フレームポール一本売りのみに切り替えるとのことでした。また曲がってしまったら僕は膜自体買い替えようかなと思っています。雨もっと降ると思ったけどあんま降んなかったね。雨やだ。みんな結構楽しいよね。風はダメ、キャンプの敵は風だ。だいぶもういらっしゃらない。あ、結構雨降ってきたね。ちょっと急ごう。8時28分。食器を洗ってサイトに戻ります。いやー、全然人いなくなっちゃったね。いいよ、車の中で読んでいいの、りーちゃん。はい。はい、生徒の。生徒残っておいて。同じだ、また。よいしょ。この時間になって、雨とともにふもとっぱら名物の時折強い風。すごい。他の方の心配をする余裕もなく、子供たちの持つタープは空に舞い上がりそう。なんとか無事に撤収終了です。こんなスカスカある？ここからこう来て、そしてなんと牛舎まで見えるのこれ。いやすごいね。焚き火？焚き火の跡。ねえ、ひどいね。牛乳とかもあると思うよ。ほら、こっち美味しそう。これほら。牛乳、コーヒー牛乳。プリンもあるぜ。プリン買っていこうかな、パパ。プリンにしよう。
新しくなった売店でそれぞれ好きなものを購入して車に戻りました。ね、これ食べよう。じゃあ、はい、じゃあバイバイしよう。バイバイ。ということでいかがでしたでしょうか。子供たちといった日月のふもとっぱら。いただきます。いただきます。あ、やばらか硬い。ってことぐらいじゃん。あ、柔らかい。そんなに。うまいい。ね。じゃあ、一回出ますか。まだ時間は10時ぴったし。ありがとう、ふもとっぱら。今回は富士山に最後まで会うことは叶いませんでしたが、それでもたまたま仲良しのミーさんファミリーにも会えましたし、楽しいキャンプになりました。いや、ほらこっち側も全然いない。300時間お待たせる薬ができた。300時間お待たせる薬ができた。300時間お待たせる薬ができた。300ん2時までいられるのにこんな早く帰ると思ったから。運動会疲れありましたし、ちょうどよかったかなと。ほらこっちの方もガラガラ。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。チチトコキャンプ山健でした。チチトコキャンプ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。せいろキャンプ場に来んの。